こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はサンクスギビングは家族でパーティーというお話です。インフレで、物価高騰するアメリカですが、サンクスギビングは料理を作って、家族でパーティーをします。今回はね、私が飾り握り寿司に挑戦したという内容をね、お伝えしたいと思います。さてね、サンクスギビングという、まあ、日本ではよく知られているかどうかわからないですけれども、こちらではね、アメリカあるいはそれよりもっと遠いところでも散らばった家族がですね、一旦集まってきてみんなでパーティーをするというのが一般的なようです。感謝祭ということなので、いろいろ歴史があるようなんですが、私が知っている限りでは、こちらの入植者ですね、イギリスからアメリカに来た入植者に、感謝祭ということで、そのネイティブインディアンからいろいろ教えてもらったり物をいただいたというものに対しての、感謝祭、そんなような、ね、位置づけだというふうに聞いています。いろいろね、国民の祝日になるまでに、いろいろ問題はあったようなんですけれども、現在はねそういう形で、パーティーをすると。でそこで、出るものといえばやはりこれターキーなんですよね。でターキーとクランベリーかななんですがね、我が家の場合ちょっとねターキーあんまり好きじゃないので、最初1回ぐらいはやったかもしれないですけどもうやってないですね。さてさてね、パーティーするので、食材選びということでね、いつものように東京セントラルというね日本のマーケット行きました。いつもはねトーランス店の方なんですが、こちらねガーデナ店の方に今回は行っています。でガーデナ店に行く理由っていうのはね、やっぱりね品揃えがトーランス店よりは多いということなのでね、買い物休日前なんでね、行って物がなかったりすると困るので、ちょっとね1日前にね行っていろいろ食材をね買うことにしています。こちらではね飾り巻き寿司ですからね、巻き寿司の中に入れる例えば、トロサーモンとか、マグロとかですね、そういったものをねここで買うということでね、こちらに来てみました。休日前でもちろんね東京セントラルはねこの休日でもやってますので当日でも良かったんですけどね、ひょっとして混んでたりまた物がいなかったりするとちょっと嫌なのでね、そんな具合でね1日前に来たということです。こちらではね寿司ネタをちょっと買おうということで、こちら来ています。そんなに、たくさんのものが置かれているというわけではないんですが、やっぱりねインフレで高いですよね。なかなか厳しいんですけどね、それでもねなんとかパーティーの、豪華なね食事にしたいということなんでね、いろいろ買ってみました。こちらね改装されて、食べるところがねできてたみたいですね。ただね COVID-19 でねここも一時は閉鎖だったろうと思うんですがね、大変なことだなと思います。そしてねもう一品、これはねいつものように、こちらはコストコですね。コストコでやっぱりね和牛でね牛のたたきが美味しかったのでねもう一回やろうということでね和牛のね牛のたたき用のお肉を買ってきました。そんなにバカ高いかじゃないんですけどね、非常に美味しいお肉ですね。さてですね今回ご紹介したいのは飾り巻き寿司っていうのをねやったことがなかったんですがね、やってみようということでね、今ね、まず、海苔をね切るところから始めています。
で、まあ、これ1畳分に対して糊ですよね、まず半分にして、でさらにその半分で、もう一つ半分ですから、4分の1ということになりますね。こうやって切っていくと、でさらに半分にして4分の1にして、この4分の1にね、ご飯を巻いて、まあ、飾り寿司なんでお花の形をした、まあ、丸い筒みたいのを、まあ、作っていって、まあ、そこに少しね、ゆかりとかそういうんで色をつけながら 何か花の色に、ね、しようということでね、まあ、大体こんなセットで、実際には、ね、4枚じゃなくて5枚になるんですけどね、こんな形でねやってみました。それからね、寿司飯の方はもう炊いてありますので、こちらにね、まあ、一応 100g ということでね、5本分作りますんで、1本がね 20g ということで、これにね、この間ファーマーズマーケットで買ってきましたね、大根の、先の葉っぱですよね、細かくみじん切りにして、ちょっと味付けしてあるやつをね入れて、ちょっとまあグリーンっぽい色をね出そうかということでね、今一生懸命混ぜております。でこの混ぜたものをね、先ほど小さく切った、まあ、海苔の方にね、まあ、巻いていくんですけど、まあ難しいですねこれね、もう結構ね大変でした。これがね4分の1に切って、実際5本使いますけれども、まあ、ここにね、まあ、20g ということでね、ここに置いて、まあ、伸ばすということなんですが、まあ、伸ばすにしてもね、今ね、大変です。私はね、これグローブしてますのでね、手袋をしてますので、まあ、そんなにくっつかないんですが、でもそれでもくっつくので、まあ何回に1回かは水で洗って布巾で少し拭いてというような形でねやるんですけど、やっぱりねうまくいかないですね。かなり米粒がねポトポトと落ちてしまって、で糊しの分も作んなくちゃいけないなと言いながら、ちょっと大量に入れてしまいました。まあ、こんなんで果たしてうまくいくのかなということで、さてさてね、実際にね 5本包んだったやつを用意しましたので、巻き巣をこんな風に持ちながら、最初ね3本こうやって置きます。で3本置いたらね、その間に塩で、揉んでありました、これきゅうりですね、きゅうりをねちょっと間にこう挟んで、まあ、こんな風な形でね入れてみます。でね、きゅうりがね入ったところで、まあこうちょっとスペーサーみたいな形になるかと思うんですが、そこに、紅とろを入れまして、で残りのね2本をさらに上に入れると、まあそうやってね、まあ、5つの葉になるんですかね、そんなような形でこうやってくるっとやるんですがね、最後はねお米でね、のりですよね、こんな風に、最終的に、お米を潰してのりにして、のりにねくるっと巻くということなんですがね、いやーこれはね私も初めてなんでね、うまくいくかなっていうことで本当苦労しちゃいましたね。やり始めてからね8本作るのに結局1時間半とかかかっちゃいましたね。まあね、それで出来上がってまあ、お寿司飾り巻き寿司っていうのが、まあ、こんな感じでできたんですがね、いやー苦労した割にはね、これはもう大変ですね。なかなか料理を作るというのは大変ですね。でさてね、これねインスタ用に撮ったやつですね、いろいろ上から動かして、今日はシャンパンです。そんなこんなのねパーティーでございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。